さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はこちらマグロの松ヶ丘に来ております。やめて飛行機やば。はい、これからここで陶芸体験ができるので陶芸をしに行きたいと思います。はい、陶芸はもう何回もやってるので今日は何を作るかは内緒にして作っていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、レッツゴー。超綺麗だね、桜が綺麗だね。うん、いろんな体験ができるところがあるんです。ワイナリーもありまして、ここですね、陶芸。はい、じゃあ道あれなんで一回取らないで。オッケー、くださいね。はい、真ん中これを半分こにしますね。はい、で、でこそこを積み上げます。するとそんなに大きくなくて深さ出てきます。そのままこう引っ張ってください。クロスしない方がいいです。クロスすると高さがこう違ってくるので。なるほど、でも高さ違っちゃった。でもらって、ちょっといただいて、真ん中、せいしんちゃんに出してください。あれ、はい、そしたら真ん中さ、穴開けて、はい、あまり潰しないでくださいね。この後は、お題取りますので。茶玉あるかな。車椅子になってから初だな、多分。もうちょっとね、細かい方がいいですよ。厚いとこと薄いところがかなり差あるので、細かくやっていってください。正確な。いや、出るよ。これ、絶対正確出る。回転させないと丸くならない。下手か。丸くないね。こうなった時にちょっと叩いて。あ、なるほど。外側やりましたね。はい、でこういうのは全部こうなぐしてください。こうなでるのね。はい、なるほど。はい、何、まあ、家庭だからまだそんなここで全て決まるわけじゃないから、家庭、制作過程。あ、常にやっぱツルツルな状態がいいんですか、指の。ここよりは次のけるとき、いいと思います。違う、ここからちゃんと、うん、こう立て直す。立て直す。なんか指がさ、綺麗。指の使い方。すっごいなんか下がっちゃった、先生。ちょっと待ってください。上がらない。高さが、ね、ちょっとね、こう縮めてください。縮めてください。その右手で、うん、すごい上がってきて、固定して押して、固定してる手に押してやる粘土するとこう上がってくるので。本当だ、はい、上がってきた。本当だ、茶碗になってきた。ただ落としてるとどうしても下がっていくので。これ伸びてるの分かります？少しずつ高さがついてるの分かります？俺視
聴者の視聴者の皆さん、こういう資格っていけます？いけない？そういうことじゃない？資格っていうのはここが資格でなくて、あ、そうそう、下そこがね、こういう資格と字でる、そう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 。でもこれいいよね、素敵。こういう感じで落としてやれば。あー素敵素敵素敵、あそういうこと、わできた、すごい。そうそうそう、いつまでができた。もうちょい気持ち薄く、ここ山道なのであんまり薄くはしてほしくないんだけど、でも気持ち、なんかこいつのこう波打ってんのもいいかなって、それはの三山とか五山とかってあって、山が三つとか五つとかってあるみたいですよ。じゃあ出羽三山の三できた、出羽三山の三山のやつね。出羽三山見て、最終版チル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 、あ、メモクがいいか、お皿かいどっちがいい、お皿難しい、ここは難しいぞ。見てみな、この先生作あ、いいんじゃないですか。あ、いいと思いますよ。ちょっと高い。やっぱここにちょっとガッサンがある。うん、高いとこ行くとガッサンが。とりあえず。2センチ弱ぐらい。ちゃん。2ヶ月後お楽しみ。完成動画2ヶ月後だからこのガッサン。え、こう見るとなんか全然ブカっぽい。画面その萌えに見せてる。斜めにこう戻してやってください。すごいやっぱ斜めってね。まあまあまあそれも味ということで。遠目で撮った方が全然綺麗。いいね。手洗いで。はい、ということで完成したのがじゃじゃーん、こちらになります。はい、どうでしょうか。色はね、指定された5つか6つかくらいしか選べなくて、自分で色付けしたわけじゃなくて、こういう色のサンプルにしてくださいっていうので、こうやって色付けしていただきました。はい、どうでしょうか。すごいちゃんとできていると思いますね。まあ、で、実際今何を作ったかっていうと、お抹茶碗ですね。抹茶をいただくためのお茶碗を作りました。最近友達がお茶を始めた人がいたので、その人から立ててもらって、これを使ってお茶を飲みたいと思います。いや、やっぱりね、前は皿とか平らなもの系を作ったことはあったんですけど、ここまでしっかりこの高さがあるものを作ったことがなかったので、いや、ちょっと難しいなと思いながらも、でも結構ちゃんとできたんじゃないでしょうか。まあ、お抹茶碗以外にもここにね、ナス漬けなんか入れてもできるから。はい。ということで皆さん、松ヶ丘に行ってね、この陶芸教室であったり、あといろんな体験もできるので、ぜひ遊びに来てください。はい。ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。Oh, oh, oh.